勘弁してくれよ、本当に。で、やりますよ。はい。なんか、まだ質問ありますか？未定さん。武井絵美からのお知らせはないのですか？ねえよ。絵美じゃねえんだから。絵美じゃねえんだよ、俺は。絵美じゃねえの。ただ今日、高弘と仕事したいの。で、絵美の話をしたいわ、ちょっと。うん。そういうことだよ。最高のカップルだよ。高弘はほんと綺麗な顔してんな。目がキラキラしてんの、なんか王子様みたいに。うん、今日、哲也くんも一緒だったけど。哲也くんも上品な感じでな。可愛らしい顔してんだな。なんだろうな。ああいうのがエグザイルなんだね。やっぱあれエグザイルなんだな。エグザイルだな、あれやっぱりな。うん、俺はもう、いけて、もう、ドーベルマンインフィニティだろうな。うん。それも失礼な話だな。いけてな。うん、勝ちたかったら登録しとけ。